ウェイ。今日もいい天気ね。ってこれ毎回私同じこと言ってる気が。気にするな。今日は何をするんですか、レイムさん。そうね。特にこれと言ってすることないわね。レイム。よっと。あ、大丈夫ですか？大丈夫。問題ない。もうレイムったら釣れないな。せっかく彼氏の俺が来たのに避けないでくれよ。私は来てなんて頼んでないわよ。まあまあ、そう言わないでくれよ。で、なんなの？何にもないのに来たわけじゃないでしょ。彼女に会いに来るのに理由なんていらないだろ。可愛い彼女にさ。そんな汚なセリフはいらないわ。さっさと用件言いなさいよ。はいはい。そんじゃ、霊夢、今からデート行こうぜ。は。はぁー。何言ったんじゃ悪い。いや、霊夢は俺の彼女だろ。だからデートするのは何らおかしいことはない。ねえ。何か、ね。よ、私は今から用事が。あれれ？おかしいぞ。今日は特にすることないって言ってませんでした？ちょっと、それ今言わないで。いいじゃないですか。たまには一緒に出かければ。そうだよ母さん。父さんがせっかく誘ってるんだし。ほらこう言っているんだし行こうぜ。わ。わかったわよ。行けばいいんでしょ？行けば？おいおい、先に行くなよ。行ってらっしゃい。いいぞ。なあ、レイム、手をつないでくれよ。恋人つなぎで。ここは、たく。こんな人前で。でも内心楽しいって思ってるだろ、レムちゃん。何勝手に変な名前で呼んでんじゃ。うん、なんかいい匂いがするな。焼き鳥はいらんかのう。幻想郷じゃお目にかかれない鳥の焼き鳥じゃよ。だってさ、レイム、買ってこようか。金は俺が出す。じゃあ買ってきて。おーみはいな。仕方ねえな、可愛い彼女のために買ってくるか。はぁ、ようやく離れた。まったく、べったりくっついてくるし、私に対してすっごい甘えてくるし、鬱陶しいはずなのに、なんでこんなにも嬉しいんだろ。ちょいとそこの恋する乙女さん、悩み事なら私が相談に乗りましょうか。だ、誰が恋する乙女よ。で、あんたは。近くで匂いを嗅ぐとさらにいい匂いだな。ほっほ、いらっしゃい。おや、お主は。確かどというやつじゃのう。なんだ、お前俺のこと知ってるのか。もちろんじゃぞ、わしは情報屋をやっていてのう。幻想郷のご時世や、里の人間や妖怪、異変の表裏までよう知っとるぞい。おっと、自己紹介が遅れたわい。わしは二つ岩間未曾、大きな声では言えんか。幼獣の化けだ抜きじゃ。なるほどな。なんかただものじゃない雰囲気をしてるが、妖怪なら納得だな。それとここ、よすずめ庵の上りが立っていたが、ミスティアはどうしたんだ？ミスティアは今休憩中でのう、友達と昼飯を食べに行ってるところじゃ。わしは手伝いに、代わりに店をやってるところじゃ。ふーん。それでお主、買いに来たのじゃろう？ああ、さっき聞いた、幻想郷じゃ目にかかれないっていう、鳥を焼いた焼き鳥を3本買いたいんだ。ほう、3本とな。見間違いでないなら、霊夢とお主の2人しか見なかったぞい。はは。しっかり見てんだな。日本は霊夢の分だ。霊夢の幸せそうに食べる顔をいっぱい見たいからな。それに多い方が霊夢も喜ぶだろうからな。ほっほっほ、お主らカップルとは聞いておったが、お主は噂以上の彼女思いの彼氏じゃな。どれ、そんな熱々の二人には熱々の焼き鳥を用意せんとな。待っておれ、新しく焼くからのう。この鳥はなんて言うんだ？ラオチョウという別世界の鳥じゃ。おっと、どうやって仕入れたかは企業秘密じゃぞ。わしも生活がかかっておるからの、話すわけにもいかんのじゃ。は、ラオチョウ。どっかで聞いたことが。でだ、さっき思ったんだがな。今じゃ地上でも妖怪が店を出すのは珍しいことじゃない。なのにさっきなんで、大きな声じゃ言えないって言ってたんだ。ほっほ、それは簡単じゃぞい。人間と言っといた方が、何かと都合がいいからじゃよ。
わしは情報屋やっとるが、その方が情報を集めやすいんじゃよ。それに、妖怪と人間が共存しているとはいえ、まだ妖怪に対して、もしくは人間に対して、畏怖の感情や、欲を持っていない輩がおるんじゃ。その中で情報を集めるには、人間と一徳のが得策なんじゃ。お主のような聖人君人ばかりじゃないってことじゃ。逆にそればっかりじゃったら、わしにとっては気味が悪すぎるのう。ま、妖怪への畏怖や恐れがなくなったらわしら妖怪は、大困りじゃからの、その方がいいんじゃよ。人間にとって妖怪は、畏怖すべき対象であり、幻想郷を成り立たせるには、それが必要なんじゃ。なるほどねー。さすがは情報屋の妖怪ってことだけはあるな。いや、妖怪らしい妖怪ってとこだな。まあ、そのさじ加減はゆかり次第じゃがのう。本人が人間と付き合って、さらには結婚前提じゃという、ゆかりが公私混同するとは思わんか。成り行きに任せるしかなかろうじゃな。これ、出来上がったぞい。お、アンガトさん。はい、お題だ。ほっほ、毎度あり。彼女を大切にじゃぞい。ああ。あやつは人間じゃないと聞いておったが、妖怪とも、半妖とも、まして神とも言えない気配じゃった。人間と人間ならざる者の恋。か。いずれ向かわなければならぬ問題はあるじゃろうが、それは乗り越えなければならぬ壁じゃな。ババアの余計なお世話じゃが、乗り越えるんじゃぞ。ディートレイムよ。世界一！一体何の用よ。覚醒が。あらまあそんなに怖い顔しちゃって、せっかくの可愛い顔が台無しよ。あんたに言われても全然嬉しくないわよ。邪線って言われてるあんたにね。もう、そんなこと言われて私悲しいわん。タスマのドリッコほど気持ち悪いものはねえ。ヨッカちゃんどこでそんな言葉覚えたの？にゃんにゃん悲しいわ。コントするならあっちでやっててほしいわ。まあまあ、そんな邪険にせずに。あなたがあそこにいる方と付き合ってるのは知ってるのよ。だから何かアドバイスを言おうかなってね。ふん。あいつを待ってる間の退屈しのぎに聞いてあげるわ。さすがは巫女様、心が広いですわ。まず、どこまで進んでるか、ですわね。もう済ませてはいるのかしら？な、何を？もちろん。痛い、痛い、無言で殴らないでよ、ヒカちゃん。ごめんって、下ネタ言ったのは悪かったって。というよりリアヌシ RGO の動画作ってたのになんで私だけ。それだけはやめて、なんなん再起不能になっちゃう。お願いします、お願いします。死ぬしかないじゃない。はぁ、すっとしたぜ。あんたのご主人じゃないの？そう思ってるのはこいつだけだ。こいつって。私はせっかく死んでいたのに、無理やり術で叩き起こされたんだ。反抗しない方がおかしい。でも一緒にいるのね。仕方ないんだ、こいつがいないと体が腐るんだ。防腐の術を使えるのこいつだけなんだよ。複雑なのね。うむ、そうなのだ。で、恋のアドバイスだっけ。無理に言わなくてもいいのよ。悪いから深く考えると頭痛起きるけどよ。一緒にいてあげることじゃないかなって思うよ。私は早死にしたから恋とかできなかったけど、うっすらと覚えてるんだ。誰かが見とってくれてあったかい気持ちになったってことをね。だから一緒にいてあげたら霊夢の彼氏もあったかくなるって思う。まあこんなとこかな。私もそう言おうと思って。あふん、どうせろくでもないこと言おうとしてたくせに。まさかキョンシーからアドバイスされるとは思わなかったわ。私もアドバイスするとは思わなかった。そろそろ彼氏戻ってくるんじゃないかな。それじゃあ霊夢、頑張ってね。うん、ありがとう。なんだかとってもいい気分だ。さすがヨシカちゃん、アドバイスもできるなんてすごいわ。ふふん、もっと褒めてもいいぞ。褒めてあげるわ。だからそろそろどいてくれないかな。だが断る。あー、無理だ。あら、おいしい。な、何よ。ほんと食ってる時の霊夢の顔って幸せそうで可愛いなーって思ってたんだよ。そう？あれ、いつもだったらうっさいとか言うのに、さっき話してたやつに何か言われたからか。別に、そういうわけじゃないわ。ふーん。その、うん、
どうしたんだ？って。繋いであげても。いいわよ。え、いいのか？は、早くしなさい。私の気が変わらないうちに。お、おう。霊夢の手。あったけえなぁ。見て、巫女様、男の人と手を繋いでる。巫女様も、恋する年頃ってことね。ラブラブで羨ましい。今、思ったんだが、恋人繋ぎ。めっちゃ恥ずかしいな。あんたがしたいって言ったくせに何よそれ。いいよなあんたらは。幸せそうで。どうせ私たちは。シオン、ジョーン、あんたら今までどこに？霊夢、こいつらのこと知ってんのか？ええ。より神姉妹のより神シオンとより神ジョーンよ。シオンは貧乏神、ジョーンは疫病神よ。ま、マジかよ。完全憑依異変の後、二人でもう一度やり直すって言ってたけど。結局ね。こんな能力を持ってる私たちは、あんたらのような光はつかめない。暗闇の中を歩いていくしかない。やろうか。ジョーン。そうだね、姉さん。怪我してやるよ。光なんて。こいつら完全にやる気か。気をつけて、この二人の能力はまさに最強最悪よ。一体どんな能力なんだ。シオンは自分を含めて封印する程度の能力と、ジョーンは財産を消費させる程度の能力よ。それヤバすぎないか。ええ。ヤバいわよ。来るわ、避けて。お前たちも私たちのことバカにしてるんでしょ？笑えよ。あ？く。あ。右足をくじいた。わ、こんなヘマ。するはずないのに。それは前より能力を強化したからよ。私が取り付かなくても不運になるわよ。さあ。私の能力を、じっくり味わいます。名前言ってんじゃ。ない。か。左足。もう、霊夢、行かせないよ、きっと。いいよな。お互い空いてる人がいて。私たちなんか、今まで空いてる人がいなかったんだよ。それでも私は今まであがいてたわ。でも無理だった。姉さんは言ってた。ろくでなしが光を掴もうとすると、しっぺ返しを受けるって。そのことに姉さんはずっと前から気づいてた。私がそのことに、無視してね恐らし続けても、ずっとそばにいてくれた。私が気づいた時には、姉さんが頼れる姉になっていた。もう私には、姉さんしかいないのよ。ジョーン。やっぱりジョーンは最高の妹だよ。その通り、私たちは一生日陰者。さあ。これからは二人で行くのよ。ゴールのない。暗闇を、走り抜けられない自転車が。ラストワードって。完全にやる気満々ね。変身しても受け止めきれない。いや、ここで受け止めてやるんだ。せっかくのデートを邪魔されたんだ。ただで帰れると思うなよ。これで、終わりだ。あんたたち、デート中のカップル襲うなんて不粋よ。なんだよ。お前は、邪魔しないでくれるかな。それは無理な相談ねー。よく言うじゃない、人の恋路を邪魔する奴は。馬に蹴られて地獄に落ちろってね。へ。仕掛けや？ふふ、あんたたち、うんざいわねー。ちょうど買い出し来てた私が近くにいてね。後で店に連れてってあげるわい。そこで手当てしてあげるわよ。そ、で、カップル料金で、料理安くしとくから、そこでデートのフィナーレを飾りなさいな。お。おう？さて、あんたたち。私は相手にしたことを後悔させてあげるわよ。安心なさい、手加減しておくわよ。ふざけるなよ。その言葉そのまま返してやる。どう貧乏だな。貧弱貧弱の値段。ヒカゲアラ。
いない？逃げたのかしらん。まさかあんたに助けられるとはね。気にしないでいいわよ。あなたたちみたいな初々しいカップル見てるとね、つい首突っ込みたくなるのよ。さーて、お店に行くわよ。すまねえ霊夢、俺が守らなきゃなんねえのに。たく、なんて顔してるのよ。気にする必要はないわ。誰だって失敗の一つや二つあるわ。だから、そんな情けない顔するのやめなさいよ。ありがとう霊夢。さて、ヘカーティアの店に行くわよ。だったら、俺が送っていく。いや、私飛べるけど。さっきの詫びとしてだ。おぶらせてくれよ。D が、そこまで言うなら。じゃ、行くか。夜はこんな風に雰囲気変わるんだな。うん、そうだよ。夜はバーの雰囲気になって、主に純子さんの担当になるんだ。お、ガム、今日は夜勤なのか。今日は残業で純子さんの手伝いをしてるんだ。今日はお客さんが多いんだ。レイセンとクラキちゃんじゃ人手が足りないからね。キスメちゃんは真白に任せてあるから大丈夫だよ。そっか、ならいいんだ。ガムちゃん、料理を5番と8番テーブルに運んで。はい、今すぐに。じゃ、また後でね。おう。はい、これで大丈夫ですよ。あまり歩くのと空を飛ばないでください。痛くなりますから。いや、空を飛ぶのは大丈夫じゃないの。空を飛ぶと、いわゆる宙吊り状態ですから、地面にいる時には感じない重力で下に引っ張られるので、体に負荷がかかるんです。その負荷で悪化するんですよ。だから飛ばないでください。なんか医者っぽいね。いや、私医者ですよ。すいません、注文いいですか。はい、ただいま参ります。霊夢、大丈夫か。大丈夫よ。またおぶってもらうことになるけど、いいかしら。あ、いいぜ。ありがとう。お待たせいたしました、料理をお持ちしました。コース料理ですので、お済み次第次の料理をお持ちいたします。では、ごゆっくりと。それじゃ、食べようか。そうね。お、おいしいじゃない。女神が作る料理だけあって、格別にうめえ。ヘカーティアの料理、昨夜には悪いけど、こや昨夜超えたわね。ヘッション、風邪ひいたかしら。誰か噂でもしてるんじゃない。噂ですか。昨夜の料理よりこの料理美味しいって。マサップ、妹様が昨夜さんの料理より美味しいって言ったことで、ショックでお嬢様、妹様ラブパワーが一気に放出して威勢上げて倒れてしまったんですよ。ちょっと突っ込みたいことあるけど、パチリと性魔法早く。今どっかの注射が中性心気がして口打った気が。うわ、ピンポイントね。あまり純子ママを困らせるなよ。いいのいいの、気にしないで。よしよし、今日も仕事きつかったのね。お疲れ様。ありがとう純子ママ。ふっ、いろんな人がいるわね。霊夢、実は今日、渡すものがあってデートに誘ったんだ。渡すもの。霊夢のために、ルカに教わりながら作ったんだ。 D の手作り？何が入ってるのかしら？それは開けてからのお楽しみだ。さ、早く開けてくれ。これって、私がつけてる、リボンと同じ。どうしてこれを？何をプレゼントしようかって考えたらさ、身につけるものが一番いいって思ったんだ。
それに俺が作ったものなら、身につけてれば、離れててもいつでも俺のこと思い出せるだろ？あと、俺が守ってやれるように、俺の能力を付加しながら作ったんだ。うまく使えば、俺とガムの能力やスペルが使えるかもな。ありが、とう。おいおい、泣くなよ。ほら、俺がつけてやるからさ。こうして、こうで。よし。霊夢、似合ってるぜ。本当に。ありがとう。俺さ、霊夢に会うために生まれたのかもな。霊夢、大好き。いや、愛してるぜ。私も愛してるわ。ジュウ、生かしてるんじゃない？素敵ですね。今回私たちも炎上しないでください、純子さん。D、霊夢、二人とも幸せにね。